バトルタワーに移動しましょう。このマークも遊びに来てくれてありがとうございます。どんな感じのシステムなんだろう。なんか連勝しないといけないみたいな、そんな話をさっきしてたんだけど、でここでなんか6連勝すると、お、タイプ乗る。チャンピオンのユノさん、改めまして優勝おめでとうございます。お祝いに珍しい僕のタイプヌルを進呈いたします。あー、なんか懐かしい。タイプヌルいただきました。ありがとうございます。へえ、おめでとうございます。そして来店ありがとうございます。ようこそチャンピオン。お買い物ですね。あ、ショップなんだ。あ、ギガドレインとか、え、マジカルフレーム、トリックルーム、ワンダールーム、え、超いっぱいあんじゃん。お、ワズマシンショップ、結構いいのがある。バトルタワーはその名の通りポケモン勝負の施設です。ランクバトルと同じルールでトレーナーバトルが遊べます。はい、勝てば不思議なアームと BP がもらえる。戦うルールとポケモンを選んでください。ルールもあるの。シングルバトルかダブルバトルか、とりあえず先にシングルバトルやってみようか。え、バトルチームを選んでください。あ、なるほど。例えばレンタルもできるんだ。うん、まだドガスあたり行っとくか。お、EV キッズ、 VV パワーで VV 言わせちゃう。かわいい。ポケモンごっこのミコミコが勝負を仕掛けてきた。ポケモンごっこのミコミコ、デンチュラ、鉄火に、よしよしよし、大丈夫、いけます。当てて、よし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 、ジュドン、オッケー。とりあえず一人勝ち抜き。ブイ喜んどるやん。 M なの。ユナバトルポイント 2BP 手に入れた。続けて勝負をなさいますか。い、続けましょう。自撮りおじさんのナレイユ、ずっと僕のターン。スクールボーイの天命が勝負を仕掛けてきた。ミニスカートのユニミだんだんなんか名前がさ呼びづらい。雪の方いいね。いつ、久しぶり、元気してた。え、相手のナンパ、スクールガイルの小暮れ、わき前髪短め、お、チャンピオン、元チャンピオン。ユーナくん、君なら勝ち上がると信じて待っていた。さあ、チャレンジャーの段で全力で挑ませてもらうぜ。わあ、そうだね、水組も結構微妙だったね。そうだね。お、さ、じゃんけん負けた。さささ、最悪じゃないか。これ自信でもさ、これで上取れない。おー、強い。よし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 、ここでリザードンか。まあまあまあ、リザードンでしょうね。問題はでもこれで天候変えられるのが嫌だな。雨が降り出す。で、次に繋げる。いけるんじゃない？これはいけるんじゃないか、今回。よし。オッケー。さすがだぜ、チャンピオン。君との勝負は特別だ。俺に勝ったことにより、バトルタワーでのランクを上げるぜ。
すがだぜ、ユーナくん。君とポケモンならバトルタワー最初のステップも突破すると信じていたぜ。だが、バトルタワーの凄さはまだまだこんなもんじゃないぜ。君にリーグカードを、しかもレアなやつをあげるぜ。ちょちょちょ。おめでとうございます。ランクが4にアップしました。ランクがモンスターボール級になりました。モンボ級？めっちゃ低いやん。ダサー。ランクアップ報酬をプレゼントします。不思議な飴。あ、銀の王冠。これだ。銀色の綺麗な王冠渡すと喜ぶ人もいる。穏やかミント。欲望が上がりやすくなるが、攻撃が上がりにくくなるミント。あ、これか、ジャッジシステム？バトルタワーで音楽が選べるようになりました。ジャッジシステムとな。これで見れるようになるの？どれ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 、強さを見るかな。あれ、こっからは見れないの？ボックスから？あ、ジャッジってある。プラス？これ最高でいいの？これで相当優秀な能力。あ、こういうことか。最高とかって書いてあるね。最高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 、最高が一番いいから、最高が全部だったら 6V ってことか。このピカ、もらったピカチュウは 6V なんだ。メタモン探しに行こうと思う。ワイルドエリア。